グスターベ・ウォレス・グスタフ・バリスは、ドイツ生まれのプラントハンターである。選手種以上の植物をヨーロッパにもたらした。ハノーファー王国流ネブルクに生まれた。6歳になるまで話すことができず、一生を通じて、言語障害に苦しめられた。父親が死に、母親の故郷のデトモルトに移って、学校に入り、周りの山や森で、自然や植物への愛情を育てた。 16歳の時に、金彩育士の見習いとなったがその仕事を嫌い、デトモルトの庭師の見習いとなった。見習いの期間が終わると、ミュンヘンで職を得て、ミュンヘンからアルプスをしばしば訪れ、植物採集を行った。1856年に、南ブラジルに渡り、ドイツ資本の園芸賞を設立するが、親会社の倒産によって、閉鎖を余儀なくされて、無一文になった。 1858年にベルギーの植物学者でランの専門家のジャン・ランランの経営するブリュッセルの会社 L ォーティカルチャーインターナショナルとプラントハンターとして働く契約を結びアマゾン川の川口からその支流までの全域の危険な最終の旅を行った。1866年にカトレア・エルドラドと命名することになる新種のランを発見した。ランデンに 多くの植物を送り、翌年に開花した700以上の新種の植物は、パリで展示された。1870年に、ビーチ紹介と契約し、フィリピンに、コチョウランの種の採集のために派遣された。パフィオペディルムアガス、パフィオペディルムヘイナルドヨネム、デンドロビウムアマサスタグロッサム、リリウムフィリピーネンスなどを発見し、イギリスに送ったが、費用がかかりすぎることから、 イギリスに呼び戻された。1872年12月に、かつて探検したコロンビアに派遣され、1874年に、アンスリウム属の2種、エービッチーと、エーオーラッコキナムやランなどの多くの発見をして、戻った。1874年までで、ビーチ紹介との契約は終わり、その後は、自らの経費で、南アフリカの植物の収集を続けた。 1875年に南米大陸の北西部の地域の探検が最後の旅となった。コロンビアでザミアワリ水を発見したが、そのサンプルは失われた。パナマで重い大熱病とマラリアにかかり、一旦は回復し仕事に戻るが、再び病気となり、1878年3月24日にエクアドルからの手紙が最後の記録となり、 プラントハンターのエドワード・クラブッチによれば6月20日に病院で没したとされる。ウォレスは植物の学名で命名者を示す場合にグスタフ・バリスを示すのに使われる。ありがとうございます。